こんにちは、埼玉県草加市の、ハリキュー整体院 B プラスの北村です。今日は、偏頭痛について、解説したいと思います。皆さんの、治療院では、偏頭痛の患者さんも多く来られると思います。そういった時に、偏頭痛とはどういったことから来るのかと、あとは手技の方、調圧法を使うとどういうふうに、アプローチするのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。では早速、偏頭痛の解説とアプローチをしていきます。偏頭痛は、自律神経症状の一つと言われてますけれども、主にストレスがかかるとこの首の胸鎖乳突筋や僧帽筋が緊張して、それによってその上につながっている、後筋、顎関節が締まります。でそうするとそのすぐ脇にあるやっぱり側頭筋っていうこの筋肉も、緊張を起こすので、緊張を起こしたことによって、ここの偏頭痛が起きます。でそれを実際に調圧法を使って治療していきます。で最初にやっぱり高血、硬くなっている筋肉とを探して、それに対して、調圧法っていうのは2点目を探して、で柳先生の場合だと側頭筋の部分と後筋のここですね、ここに2点目の反応があるので、そこに対してアプローチをしてあげる、ね、で6解除動きがないので、特に何か治ったかどうかっていう動きは今ちょっとここでお見せできないんですけども、これでロック解除してあげると、まあ顎の硬さが柔らかくなって、ね、側頭筋も柔らかくなりますので分かりやすいと思います。以上です。はい。で以上のように、偏頭痛のアプローチをしてあげることによって、1回の施術からでも偏頭痛の、症状が取れて、すごい喜ばれる患者さんは、たくさん非常に多くいます。なのでぜひ先生の治療院でも、一つアプローチの方法として使ってみてはいかがでしょうか。ぜひ参考にしてください。で、LINE アットが、公式に調圧法の LINE アットありますので、よかったらそちらを登録していただけると、調圧法に関する、お得な情報や、質問などを受け付けていた質問も受け付けてますので、それに対してお答えもいたしますので、よかったらぜひ登録してみてください。あと個別セミナーもやってますので、調圧法を習ってみたいという方もぜひよかったら、ご連絡ください。ぜひお待ちしてます。じゃあ今日は以上です。